スムロシロハラインコの挿し絵が以前と変わりました。以前は餌にがっつくように自分のくちばしをスプーンに勢いよく持っていきましたが、少し大人になったのか今回では今までとは逆でスプーンをズムロに持っていくようになりました。挿し絵を与える側としては餌がこぼれない分楽になりました。しかも今は挿し絵の回数は1日1回でなおさら楽ちんです。